ナポリの6度、ナポリの6の和音、あるいは単に、ナポリとは、西洋音楽において、主音の単に土上の音を混音とする、長三和音のことである。お届き号表記では、2。この和音は元来、単調の単に土上の和音の混音を半音下げたもの、もしくは4の和音 FM の完全5度を半音上げた、ものである。ナポリ学派が好んで使用したため、ナポリの6度と呼ばれている。 慣習的に第一展開型で使われる。また、これを基本型にしたものは、ナポリの和音という別の名前になる。家族和音に準ずる和音として変則的なサブドミナントであり、特に単調において、2の代理和音として使用されることが多い。クラシックでは、ナポリの6はドミナントに進行するのが原則である。伝統的には N の記号で表され、また、 日本で多く使われる火星の教科書である火星理論と実習では2の記号で表されナポリの2と呼ばれる。音名は英語式によるナポリの名は17世紀イタリアのナポリの音楽家がこの和音をオペラの見せ場で多用したことに由来する。もっともこの和音はそれ以前からよく使われてはいた。19世紀ではショパンが野草曲において多用した。 ナポリの6度の和音及び、根音のな7度上の音を付加した和音は、ポピュラー化成では、サブドミナントマイナーの機能を持つ和音として扱われる。根音の単7度上の音が追加された場合、もはやナポリの6度とは分析されず、ドミナントの機能を持つボルト7のトライトーンサブスティテューションと解釈されることが多い。ありがとうございます。